するしない？それでは早速打っていただきましょう。ドン4曲開始です。皆さん手配を開けてください。近藤さんはシャーチャドラは3番、今回のドラえもんみたいに見せたドラドラチューンはポンしますか。ねえ、これね、どうします。さすがにポンした方がいいんでしょうけど、動いていく。今回一応2泣きにしておきましょうか。え、2泣きなんですか。ヒヒって何か、ヒヒって何、笑うところ全然わかんないんですけど、何ですか。まあまあね、いやだ、一応チート率の目もあるし、であのポンしたところでね、ここもちょっと不安定なんですよ、うんうん、このここ欲しいけど表示牌でしょ。いや、ね、ね、でかといってじゃあこれポンできんのかっていう話だし、なかなか出てこないでしょ。そうそうそう、でそういう意味ではこれチート率三三点なんでね、現状。1枚目はスルーしたいという言葉が出ました。うん、した早くもうチート率に良さそうな牌は残していくんですか。いや、あのね、なるべくあの外側から、あ、うん、でただし薬牌は短期用に残すんじゃなくて、うん、薬牌統一になるためにの、あの統一になるためにその薬牌として使うために残したい、あんこにさせたい。そうそう、だからそういう意味では今9のうちね、まあ、どれか切りましょうかねっていうところ、うん、3種類ありますよ、どれからいきましょう、うん、まああんまりどれでも関係ないけど、ね、全員自牌だけ切ってますから、うん、ね、まあ、ドラが、まあ、3万なんで9万にしてもいいけど、まあ、一応今あの一番手っ取り早い牌をね切ろうと思います。一番左手に手に近いエコ、エコ作戦エコ無駄な労力を使わない。え、普段からそういうこと考えてるんですか。いや、そんな考えてないけどまあ今それだけ状況に差がないってことですもんね、うんうん、まあごく稀にそういうこともあるっていうことですね、うん、面白いですね、うん、エコ作戦。エコは大事ですよ社会の話になってるの急にね、うん、これでね、ちょっとね、周りの範囲も多少見えていた。でここでまあ今 E1 合わせてもいいんだけど、うんうん、チートリットを考えてもそうだし、ね、まあ、面積的にもね、だからそのギャンワンがどうなんだっていう話なんですけど、だけどね、まあどっちかっていうとね、ここはやっぱ、まあ、一旦利きはまだ残した状態で、うんうん、この9の方からね、うん、切っていく、ね、これ今2巡連続のエコ作戦発動しました。これでもいいんだけど、遠いですもんね、決まってそうそう、だいぶ遠いかなりあの皆さん自然な自配、そして端配を切るような今回局面になってますね。うんうん、ここでチーピン。ね、結構来てますよね。うん、でこれそろそろね、これいい加減もうなんかこれ追いつきそうにない、あのチーピン見ただけですけど、やっぱりサンナーがね、あの早い順目に出てくる人っていうのはね、やっぱりそれなりに手があの進んでる可能性がある。形がすでにいいパターンが。うん、そうそう、でこれでね、今現物なんで、ますます今は残して。はい、でまあ9万とかにしてもいいんですけど、ちょっとエゴやめて遠いとこ取りに行きます。そうそうそう、うん、まあ、9万全然安定じゃないですか。でね、これ結局あとね、これ現状をメンツテレ見た時に、はい、あの1234ここ、まあ、1つと見ればね4ブロックあるんですよね、うん、ほんで5ブロック目はこのウーピン回りっていうことになると、まあ、少なくともこうもしくはこうなっちゃうわけですか。そうです ね, ね。これは全然望んでない。それなんか魅力が減っちゃいますね、うん。かといってこれで上がれるのかっていう話なん で, で、きついかなと、うん。結局どっちも苦しいなっていう理由でこのまま切ります、これ。これだから安全策ですね。守備力を残して。これエコじゃなくて。これはエコ。これはエコ。うん、守備力を下げない。意外でした。うん。だからそこまで手を広げないってことですね。すごい、え、潔さすごいですね、うん、いや結構ね潔いタイプだと思います。行かないときは全然行かない、未練たらたら言わない、別れ際も行くときはがっつり行く、はあ、これでちょっとやる気出ましたよね。あとはリャンワンさえ引けば、もしくはサブローワンが入れば違う形で、ね、でね、うんうん、復活できるんで、え、今ちょっといろいろ形も変わってきたんですけど、チューンのポン一泣きどうですか、うん、そろそろ泣きましょうかね、これね。なかなか出てこなかった。だけどね、これ結構みんなも来始めてるんでね、結構危険は危険なんですよ、これ泣き始めて。すごい内側のいいところ出してきてますもんね、皆さんね。うん、そうそうそう。ここはカンちゃんだしね、こっちはもうそうする、俺しか切ってねえじゃないかっていうね。
本当ですね、うん、急走が場に1枚だけ、ね、どうなってんだよっていう、そんなにシャンテン上がれるのかなっていう話でね、うん、そうするとチューン2枚ね残ってた方がやっぱ守備力ね、守備力、うん、特にそのスルーしてるわけだから、もう大体安全牌じゃないですか。かなりじゃあ警戒度も高まってるってことですね、うんうん、だ基本ね、多分一般的な比率というか何基準よりも自分が大事にしてるのってこの手が上がりきれるのかどうなのかっていうところをかなり強く意識してるタイプかなとは思います。テンパイよりも最後にちゃんとローカツモと言えるのかと、うん、最終的に上がりきれるかどうか、うん、で上がりきれると踏んだらもうとことん踏み込むし、上がりきれないと踏み込ん踏んだら多少なんとなくいけそうでも我慢してやめるっていうね、そこが大事にしてる。4巡目のウーピンからその意思はかなり感じますね、うん、そうですよね。だからもう大会今のところかなりそんな良くもないし、うん、であとはね厳密に言うとね、そろそろ闇点もね警戒して始めてた方がいいんですけど、だけどリーチだ、うん、本当に合ってますよ、うん、しかもシャーギリってことは、まあ、リーチって言われたら分かりやすいからいいじゃないですか、うん、シャーギリってことは形はそうですよね、うん、そうですね、自分のね風を、自分の風じゃない、親でね、ね安全牌っぽい牌をね残してたってことですもんね。一気に結構進んじゃったんだけど。ちょっと待ってください。うん、ね、原発が3層しかない。3層、うんうん。あとね、シャーを残して、その、うん、どうだろうな、シャーを残してね、薬杯のシャンポーンってどうなのっていうところがあるんですよね。例えば3層あたり残しておいて、4面になったら、その、シャンポンのね、どっちか切って、うん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 、残すっていう手順もある。確かに。にもかかわらず、シャを残してた、うんうん。っていうふうに考えるとね、多少やっぱり面倒の方が高いのかなっていう気がするんですけど。今ちょっと切ってもいいかなと、うん、踏んでるわけです、ね、で。しかもこれ自分の手が、現物が3層1枚のみなんですよね。はい、うん。あと何もないんで。はい。うん、3ワン筋でもドラですからね。うん。でこれはまあ一応、白をね、広くね。あ、白なんですね。うん。あ、これは一応エコではなくて、うん、裏ドラ率がちょっと低い。あ、なるほど、チューンが2枚あるから、そうそうそう、 あれがもうちょっと、うん、チューチャンパイギリのリーチだと最後がハクもちょっと嫌でした、ね、ちょっとね悩ましいですよね、うん、なんなら両面に受けられるところをシャンパンに受けてるケースもあるんで、そういう意味ではね、うん、でただまあ自分がイージャンテンまで来てるんでね、ちょっとね、なんだろう、最初の雰囲気とは違って、これテンパっちゃった、これセイさん、今聞こうと思ってたんですよ。ね、うん、どうしたら。リーチ行きます？これね、出かかりしてもあんまりいいことないんで、このまま行った方がいい気がするんですよね。今、ローワン3枚見せられてるしね。はい。例えば、じゃあこれチュンポンすんのかっていう話じゃないですか。そうなんですね、チュンポンして E1 切ったサブローワンだけど、ローワン3枚ない、ね。しかも E1 切らないといけない。E1 通ってない。ね、だったら、このまま、まあ、危ういは危ういけども、そもそも安全牌3層1枚しかないんだから、ここは一発勝負して、これでね、リーチと。おー、リーチです。おい、はい、横になったら多分気づいてますね。いや、せいさん、いろいろあった中で、うん、なんか追いついてリーチ、追いかけリーチ行きました。ね、親に挑んでますから、今。親にね、挑んで、うん。これはかなりの勝負ですね。うん、ね、あとね、これね、もしかしたら他の2人もどっち、ね、来るかもしれないんで、どうせややこしくなるんですよ。降り切れないから、これ。うんうんうん、いやー、怖い。あー、ウーピンが当たった。ハク統一ね。7700。あ、いやー、はい、高い。7700はリーチ思うら、うん、親に包丁となってしまった、近藤誠一。まあまあね、しょうがないでしょ。はい、さあ、皆さんの手を見ていきましょう。うん、まあ周りはどうだったのか。もうリャンワン全部持ってる。リャンワンがもういない。リャンピン、リャンピンだって。ね。はい。リャンピンなら勘できた。これは悔しい結果となりました。なんとセイさんがラス目になってしまう。そっか。そうです。リャンピン、だいたいリャンピンなんかさ、はい、見た目、もう 俺の見た目で3枚しか残ってない。リャンマンと一緒だよ、カズ。そうですよ。だから何？リャンマンないしね。さあ、せいさん、これはピンチになったかもしれないぞ。ね、大ピンチ。はい、さあ、近藤誠一はここから巻き返しになるか、
かなりあのいろいろねルートがある中で生かされるような選択の牌が来ましたね、うんうん、そうそうこれね勝つなるか近藤誠一、うん、この後はね次回はトン4局が続きます。皆さん次回もご視聴よろしくお願いします。